ハボタンを幻想的に描いてみるということでやってみます。紙ですね、ラングトン 5F サイズに切っています。絵の具です。ホルベインです。クリムソンレイキ、オペラ、ガンボージーノーバ、セルリアンブルー、コバルトブルー、ウルトラマリンディープ、バーントアンバー、以上7色で描こうと思います。ハボタンね、2種類、少し明るい白っぽいハボタンと、まあ、かなり暗めの色のねハボタン2つ用意しました。まあ、これを合わせて描くわけですが、この白っぽい方を手前に置き、奥にこの黒っぽいのを置いて、まあ、ちょっと遠近感も出してみようかなと思います。色見本を作ってみます。オペラですね、薄くといって綺麗ですよね。これにちょっとだけセロリアンを入れて、ちょっとね紫っぽくします。でさらにこれにクリムソンを入れますね。でさらにコバルトブルーを入れて、ちょっとね暗めの赤紫を作ってみます。でさらにウルトラマリンディープを加えて、非常に冷たい青色の色っていうことですね。で明るい方なんですが、少しだけねガーボンジーを効かせます。でこれにセルリアンを混ぜると、まあ、完全に綺麗な緑色っていうことになりますが、今日はね幻想的に描くっていうことで、この緑色は、まあ、あまり使わないようにしようかなと思いますね。 ですので黄色もまあ最小限っていうことにしようと思います。でこちらの方は明るいセルリアンですね。そうすると明るい青色からピンク、赤紫、ピンク色になり、だんだん暗い赤になって冷たい、青にまでずっと移動していくよっていうことになります。でこれだけだとね、ちょっと綺麗すぎてあまり深みがないっていうことになるわけです。なのでバントアンバーとセルリアン、こういうものを混ぜて、ちょっと渋い色をね効かしていこうと思います。でここにねガンボージーと、バントアンバーをこうちょっと入れますよ。そうすると全体的には冷たい色なんですが、ここのところにぐっと暖かい色がこう加わるわけですね。ちょっと単調な感じがなくなるんではないかなと思いますね。はい、こういう色で描いていこうと思います。下絵を描きます。今日は右上からの光にします。左下からこの中心に向かって先のぼってきたこちらのハボタンですね。これちょっとね火の方を向けますよ。鉛筆ではまあ最小限描くっていうことでいいんではないでしょうか。こういう太い茎があって、そこから葉っぱが次々に出ていくわけです。例えばね、ここから手前に向かって葉っぱが1枚出ていて、この茎が隠れましたよっていうことも当然あるわけですね。ここのところをある程度塞いでいくっていうことをしていきますね。サインはこの辺りに入りますので、この辺りちょっと開けておく必要があるかなと思います。で、奥にこれを持ってくるわけですが、こちらからこういうふうにカーブして、ちょっとこっち向きですね。白っぽいハボタンに隠れて一部見えてるよっていう状態で描いていこうと思います。なので手前のハボタンの葉っぱの向こう側に一部こういうふうに重なって見えていましたっていうことですね。でこれをあまり大きく描いてしまうと画面に非常に暗い部分が増えてしまうので、こちらは少しちっちゃめに描いて、こちらを大きめに描くっていうことでやってみようと思います。で、ちょっと薄くしますね。はい、じゃあ下塗りに入っていきます。まずね、うっすらガンボージーを効かせます。あまり濃いとちょっとまずいので、
お水でしっかり薄めておきます。ちょっと取っておきますよ。はい、そしてオペラです。オペラを薄く溶きますね。この中心あたりにオペラを置きます。で、こちらもちょっと置いときますね。しっかりぼかします。はい、その次にこのオペラにセルリアンを混ぜます。セルリアン単体をちょっとね、こちらの方に少し入れておきますね。で、さらにクリムソンを入れます。で、その続きにクリムソンとセルリアンですね。はい、そして今度はコバルトブルーです。で、さらにウルトラマリンディープですね。結構冷たい青色になります。で、これにバーンタンバーを入れます。こんなにね、暗い色になります。じゃあこれをね、しっかりぼかして、ほとんど取ってしまいます。そしてこちらの葉っぱの何枚かはね、明るく設定しときたいので、明るくしときたいわと思う葉っぱのあたりをちょっとね、丹念に白っぽくしておきますね。で、これはちょっとね、広すぎる感じがしますので、もうちょっとね、セルリアンをこの途中に入れておきますね。ここの部分がちょっと広いので、ここにオペラとセルリアンを混ぜた赤紫色、これをちょっとね、差し込んでおきますね。ちょっとここが広すぎたかなっていう気がします。まあ、これでだいたい全部一応うっすらとね、色が入った状態です。じゃあこれで一旦乾かします。乾きましたので、次の作業に入っていこうと思います。真ん中ですね。全部このまま描く必要はないんで、暗い部分だけを描いていくっていうつもりで描くべきかなと思いますね。で、ちょっと細かい作業に入りますので、細い筆を使います。で、オペラですね。セルリアンです。どんな形の影ができているかっていうことです。一枚の葉っぱとして完成されない状態で、次の影に移っていくっていうことですね。色をね、少しずつ変えていかれるといいかなと思いますね。で、こういうふうにある程度影の色を見ながらこうね、描きました。で、どっちへ向かってグラデーションさせましょうかっていう時に、影に影に引っ張っていくっていうことです。で、ちょっとね、外れると少しクリムソンを増やしたりしながら、少し色も変えてっていうことですね。はい、こういう状態を繰り返しますね。だんだん外へ向かって広げていくわけですけど、こちらですよね。クリムソンとコバルトブルー。どこが暗いのかなっていうのを見極めながら、暗い部分に色を塗るっていう状態です。これもどっちが明るいのかっていうことを見極めながら、どっちへグラデーションさせたらいいかっていうことですね。これね、まだ濡れていますね。その時にこうやって色を入れていくと、まあ、自然にね、にじんでくれます。あまりね、現実を追いかけすぎないようにしてください。
程よくね、端折って書くっていうことです。鉛筆の線もね、もう気にする必要はありません。これもしっかりグラデーションさせておきます。乾かないうちがいいですよね。乾いてしまうとこう擦らないとにじまなくなってしまうので、まあ、手早くどんどんにじませていった方がいいです。青っぽくしていきますよ。素早く素早くやります。こういう感じでね、当然茎を遮るような形で出る可能性も高いということです。はい、ここでちょっとね、濁った色を入れていきます。バンタンバーですね。適宜こう青を入れたり、時には願望字を入れたりしながら、こう暗い色をね、差し込んでいきます。様子を見ながら、このくらいあってもいいかなって思える範囲で入れていくっていうことですね。ちょっと多いのでね、吸い取っておきますよ。ここがね、ちょっと単調なので、この上から青色、セルリアンブルーを入れておこうと思います。ここが弱い感じがしますので、もうちょっと細かい作業をやっておきますね。これなんかもね、ちょっと弱いですね。そして今度はね、線描していきます。葉脈ですね。要所要所に入れていきます。れちょっとこの青がね、ピンク色とちょっと分かれすぎているので、少しピンク色を差し込んでおきます。はい、ちょっともうちょっとね、入れてみますよ。はい、だいぶね、入れてはみたんですが、あんまりこう綺麗だなと思える色が、まあ、少ないわけですね。このピンク系の色と青系の色の間に赤紫の綺麗な色を挟んでみます。オペラとセルリアンブルーです。ちょっとオペラの方を多めにしますね。はい、ちょっとね、印象的な感じになりましたよ。こちらにもちょっと挟んでみます。これはもっとね、オペラを増やしますよ。だいぶここがね、印象的になりました。ここもちょっと弱いので、こちらもオペラとクリムソンを足しますよ。綺麗な赤色ですね。はい、どうでしょうか。かなりね、印象的になってきたかなっていう気がします。で、ここがね、ちょっとね、スポッと空いた感じがします。
でここは葉っぱ自体を塗るっていうよりも外から白い葉っぱを抜くっていう方がいいような気がします。セルリアン多めの赤紫、はい、もうちょっとこの辺オペラを入れておきます。これで、ここの空間のね、穴が開いたような感じもなくなったかなっていう気がします。ちょっと線描が足りない感じがしますので、線描を足しておきます。ここはね、ちょっと乾いてから手当てしますね。はい、乾きましたのでね、線描をちょっとだけ足します。はい、じゃあこれで完成にしたいと思います。サインを書いておきますね。です。